たり前。お父さん。ただいま。お帰りなさい。怪我なんてないよ。大丈夫だったな。ああよかった。よっしゃあ。よし。全員無事帰還。作戦大成功っす。星を救うでっかい初めの一歩だ。うん、お前ら。ピーキャラ喋るんじゃねえ。捕まるぞ。やべ。うん。次の作戦まで自由行動。最高にうまいもんでも食っとけ。うん。アジトでな。忘れたか。店の名はセブンスヘブン。ティワに顔を見せて安心させてやれ。マコよ。あれ。職場は無事か。心配させやがって。どこや。八番街はあちこちで爆発よ。マコは星をめぐる地って言われてもな。剥がしても剥がしてもすぐ元通り。妄想じみた主張はともかく、しつこさには頭が下がるよ。見ろよ、あの美しい鉄骨。たまんねえな。おい、あんた、どうした？魔法中毒かよ。すまみれ、粉塵まみれ、おまけに疲れてドロドロだ。待ってろ、シャワー。俺はとにかくご飯。現在緊急事態につき、こちらは通行禁止になっています。すみません。もっと堂々とせんか。あ、はい。何してたか。うん、ティファと遊んでた。おお、そうか。よし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 。お疲れ様。うん。それどうしたの。ああ、本物でしょ。珍しいね。ん、え、意外だな。クラウド、こんなことするんだ。5年ぶりだ。少しは変わるさ。バレットに話がある。うん、入って入って。マコールが爆発したんだよ。ずっとニュースばっかりなの。マリ、父ちゃん、今夜はもうどこへも行かないから、テレビ消して念々しような。片付けが終わるまでマリンの相手してあげてて。俺が？もちろん。報酬の話はティファとしてくれ。会計担当だからよ。ああ。てめえ！バレット！マリンに何しやがった！知らない人とは喋っちゃダメって。は？偉いぞマリン。父ちゃんとの約束忘れなかったな。えらいぞ。じゃあお休みの時間も守らないとな。いや、父ちゃんとお話しする。特別だぞ。あ、そうだ、
ご飯食べる？いや、報酬の話をしたい。あ、そうだよね。あのね、クラウド、ちょっと外で話そう。死んだ人はちゃんと星に帰れたかな。お金の話の前に聞く？この近所にね、アパートがあって部屋が空いてるんだ。しばらくそこに寝泊まりしない？大家さんが私たちの活動に好意的なの。家賃はタダ。ああ、助かるよ。じゃあこっち。上どんな感じだった？まあ混乱していたな。マコーロが爆破された瞬間、だよね。ごめんね、巻き込んで。軽率だったって反省してる。俺のことなら気にするな。これは仕事だ。うん、分かった。シンラを憎む気持ちも分かる。うん、バレットたちと揉めなかった？ああ、お前に足りねえもの。向こうがどう思ったか知らないけどな。そう、心配だったんだ。クラウドは喧嘩ばかりしてたからね。そうだったかもな。テレビに映ってた八番街、映画みたいだった。ニュース番組もシンラが作ってる。奴らは平気で嘘も垂れ流す。燃えてるの。じゃあ、あれも嘘だよね。いや、そっか。ここなの。名前は展望荘。部屋は2階ね。この201号室が私の部屋。でも大抵店にいるからここは眠るだけ。何もなくて恥ずかしいくらい。この202号室が空いてるの。もちろん大家さんにはクラウドのこと話してあるからね。なんて？なんて？ああ、同郷の友達が部屋を探してるって、それだけ。まずかった？いや、いいんだ。そっちは？そこは遅いから明日になったら挨拶しようか。とりあえず寝起きするだけなら大丈夫だよね。必要なものはおいおい。ああ、金が必要なんだ。約束は2000だよな。何でもやクラウドの初仕事だから気持ちよくポーンと払いたいんだけど。500？ 作戦の準備で物入りだったから今アバランチにはお金がないの。でも心配しないで、明日集金すれば確実に払えるから。はぁ、当てにしていいんだな。集金を手伝ってくれたらね。あれ？あ、これはまた別の依頼になるのか。いや、いい。最初の約束の2000で手を打とう。つまりあと1500だ。助かる。じゃあ明日お店でね。今日はいろいろありがとう。おやすみなさい。203か。おい、大丈夫か？開けるぞ。
めて。部屋に戻ってろ。離せ。リ、ユニ、オン。この人は203号室のマルカートさん。病気でずっとこんな感じなんだって。時々様子を見るように大家さんから頼まれてるんだ。クラウドもお願いね。ああ。おや、あんたがクラウドだね。ああ。私は大家のマーレ。で、おととい来たんだって。それまでは上かい？いろいろだ。わけありか。まあ、ここに流れ着くのはみんなそうさね。困ったことがあったら何でも相談しな。ティファのこともね。ティファがどうしたんだ？泣かしたら承知しないってことさ。あの子は私の孫同然だ。覚えておこう。ほら、さっさとセブンスヘブンにお行き。ティファはとっくの昔に出かけたよ。おはよう。ああ。マリンが眠ってるの。静かにね。うん。じゃあ早速働く？JS フィルターの交換に行きたいんだ。ジェシーが作った汎用毒性物質除去フィルター。水の嫌な匂いが取れるって評判で、この店よりずっとお金になるんだよね。この辺りのほとんどのうちが使ってるから、新しいのを持って行って代金と古いフィルターを回収してくる簡単なお仕事。聞いてる？ああ、勘弁してくれ。揉め事がないなら俺の出番はない。踏み倒す気満々の人もいるんだね。ああ。お守り代わり。さっさと片付けるか。ありがとう。ついでにスラムを案内するね。回収した代金はそのまま受け取って。来たばかりで何かと入りようでしょ。助かる。それでも足りない分は後で渡すね。今バレットもお金をかき集めてるから。今日中にもらえるなら構わない。上から仕入れたアイテムもあるよ。アイテム屋といえばここ。こんにちは。 JS フィルターの交換です。ティファちゃん、いらっしゃい。待ってたよ。あれ、そいつは？集金係のクラウドです。お代は彼に。あんた、うまいこと言ったな。その役に変わってくれよ。あんたには無理だ。あ？クラウド！そうだ、せっかくだから買い物すれば？見るだけ見てみよう。毎度。今後ともご贔屓にいつでも歓迎するよ。ティファちゃんと一緒に来ればね。それじゃ、またお店で。いつもの用意して待ってます。上から仕入れたアイテムもあるよ。店の常連さんなの。買い物をするとおまけしてくれるよ。俺にはどうだろう。もう少し愛想よくする。おまけ目当てで？ありえない。じゃあ次の集金は展望層の大家さん。
もうあった。じゃあ人柄は知ってるよね。アバランチの大事な協力者だから愛想よくね。マールさん、フィルター交換です。ティーファー、待ってたよ。おや、あんたもいたのか。仕事だ。顔集金係を頼んだの。ちゃんとお守りよ。私結構強いから、それは大丈夫。知ってるよ。でもクラウドにやらせないと。こんな愛想なしだもの。戦うことくらいしか取り柄がないんだろ。そんなことは。顔最善を尽くす。吐きがないね。疲れてんのかい。だったら部屋でしっかり寝るんだよ。スラムの心得その1ね。そういうこと。ほれ、手を出しな。マーレさん、ありがとう。じゃあ行くね。ああ、稼いでおいで。マーレさんのおかげですぐここになれたんだ。ここは長いのか。もう5年かな。そんな話より、集金集金。次が最後の武器屋さん。ティファちゃん、フィルター交換かな。えい、あのフィルター全然効果ないぞ。申し訳ございません。ではこちらのフィルターを試してください。もういらないから帰ってくれ。残念です。ではここまでの生産をお願いします。なんだ、効果ゼロなのに払うかよ。代金は彼に。世の中舐めてるんじゃねえぞ。払うよな、うん、ありがとうございました。これでフィルター交換はおしまい。お代も受け取ったし、武器見てみる？それより、バレットの集金はいつ終わるんだ？今晩の開店前には。それまでまだ時間があるけど、どうする？そうだな。あのね、アイデアがあるんだけど、聞く？本格的に何でも屋を始めるなら、まず縁を作るべきだと思う。ご縁はお金より大事だから。スラムの心得か。うん、縁が仕事を呼んで、いい仕事をすれば評判が立って、それがまた縁を呼ぶの。どうすればいい？自警団の仕事を肩代わりとか。ほぼボランティアだけど、縁はつながるよ。やってみよう。詰め所は誰もいなかったから、上に行ってみよう。ルキア、覗いていかないかい。スラムで暮らすなら一人に一つ。ルキア、待とう。瓦礫通りのモンスター、なんとかしねえとな。明日、俺がちょ…あ、今日は二人が当番なんだ。あ、もしかしてクラウドさん、入団希望っすか？場合によってはな。自警団は何をするんだ？いろいろあるけど、まず居住区に紛れ込むモンスターを退治したり、住民に自衛法を教えたり、それがメインだ。自分の身は自分で守る。これスラムの心得っす。クラウドには実績が必要なの。いい評判、いいご縁、それを自警団で作れないかなと思って。もってこいの話があるっす。俺たちじゃお手上げのモンスターだ。金は出せないが、俺らなりの礼はする。そうだな、まずはその剣。改造してないだろ。ああ、小細工なんていらない。それなんかの誓いか。改造すればあんたもっと強くなるぜ。おせっかいだろうけど、手順を教えるな。できたか。ま、使いながらいろいろ試してみるんだな。ああ。それから俺らなりの例その2、何でも屋の宣伝だ。ウェッジがいれば。
すぐにスラムに知れ渡るよ。クラウドさんのためなら腹ペコでも町中を練り歩くっす。で、モンスターはどこにいる？瓦礫通りだ。頼んだぞ。クラウド、一緒に行くね。一人で十分だ。でも、道知らないでしょ？頼む。任せて。スラムで一番のガイドよ。瓦礫通りはスラムの西の方。モンスター避けの防護壁の向こう側。念のため準備はしっかりね。協力者を選定中。ここが瓦礫通り。モンスターが喜びそうなところだ。うん、ゴミもモンスターも増える一方。早速お出まし。クラウドの腕前見せて。すごい。これがソルジャーの戦い方？ほんの肩慣らしだ。余裕だね。どんどん退治しよう。クラウドがいればモンスターなんてもう怖くないね。ティファもな、正直驚いた。スラムに5年だからね。自分の身は自分で守る。さて、これはスラムの心得何番？覚えるのか？ここで暮らすんでしょ。さ、もう一息頑張ろう。そこ！えっ！わっ！そろそろモンスターは片付いたかな。どうせすぐ湧いてくる。後ろ向きだな。束の間でもこの町に平和をもたらしました。めでたしめでたしでしょ。そうか。すぐに評判が広まると思うよ。さ、ビックスたちのところに戻ろう。瓦礫通りのモンスター根こそぎ倒されたってよ。もう戻ったのか。ちゃんと倒したよ。見渡す限り根こそぎ。さすがの早業っす。助かったよ。俺らもしっかり宣伝しといたぞ。そうらしいな。だが、一体どう伝えたんだ？まあまあ、仕事を真面目にこなしていれば評判はどんどん上がっていくよ。剣の調子、どうだ？ああ、いい剣だな。お前との絆を感じる。ああ、ずっと一緒。あ、クラウド？なんでもない。村を出てからのこと聞きたいな。退屈な話だ。それでも聞きたい。まだ時間あるし、仕事探しがてらどう？俺も行くっす。ウェッジはダメだ。二人とも行った行った。また今度ね。ひどいっす。ちょっとは気を使えよ。幼馴染の久々の再会だろうが。仕事を始める前に新しい武器を調達すれば？必要ない。武器屋さんもクラウドの評判を聞いてれば歓迎してくれるよ。行くだけ行ってみよう。瓦礫通りのモンスター根こそぎ倒されたってよ。俺が美術室の屋根。子供たちに憧れだって言われるのよ。おい、あんた、どんなモンスターも倒す何でも嫌なんだって？早速評判になってるみたい。だとしたら、さっきは悪かったよ。武器が売れなくて気が立っててな。仕事で武器が必要じゃないかと思ってよ。よかったらそいつを使ってくれよ。詫び代わりだ。強えやつが使えばうちの宣伝になる。よろしくな。ああ。どうだ、他のも見ていかねえか？見るだけだ。
新しい武器も用意したことだし、お仕事始めよ。まずはワイマーさんのところに行ってみない？誰だ？自警団に来る依頼をまとめてる人。ほら、何でも屋の仕事が見つかるかも。どこにいる？そろそろ詰め所に戻ってきてると思う。やあ、ティファ君、困りがとかい？いえ、強力な助っ人を紹介したくて。何でも屋のクラウドです。おお、頼もしいね。町の安全と幸せのため協力しよう。報酬次第で危険な仕事も引き受ける。腕に自信ありだな。うってつけの依頼を紹介するよ。詳しい話は依頼主から聞いてくれ。働き次第じゃ新しい依頼も紹介するよ。助かる。協力者候補を発見、照合データの検索を開始します。体験を背負いながら呼吸を乱さない心肺機能、筋性の取れた筋肉と骨格、想定外の逸材です。僕はチャドリー、シンラカンパニーの科学部門で学んでいる研修生です。僕の研究にご協力ください。まずは手付金代わりです。その見破るマテリアを装備にセットして、バトルレポートのデータ収集をお願いします。それで新たなマテリアを開発できるのです。シンラの仕事ならお断りだ。僕はささやかながらシンラに反抗しようと活動しています。あなたなら理解できるはずです。新たなマテリアはシンラに対抗しうる力になると。どうしますか？僕を信じられないなら切ってもらっても構いません。俺は本当に切る。つまりそれまでは契約は継続ということですね。バトルレポートを達成したら必ず僕に会いに来てください。上から仕入れたアイテムもあるよ。お、ティファちゃん、そいつ何でも屋始めたんだね。ああ、だったら化けネズミどもを倒してくれ。奴らめ、ウェアラットを引き連れて町中を食い荒らしていやがる。うちの倉庫も襲われて信用ガタ落ちだ。あんた今笑ったな。口の端がピクッとしたぞ。ま、仕事してくれりゃ文句はねえ。化けネズミは町外れに潜んでるらしい。ウェアラットの悲鳴を聞いて助けに来るって話もある。化けネズミのくせに仲間思いなのかもな。化けネズミはすぐには来ないな。どうしよう。待つ？あ、そうだ。アイテム屋さんに途中経過を報告しようよ。おう、ビビって帰ってきたか。聞いてるぜ。ウェアラットは倒したってな。だが、俺の依頼は化けネズミだ。やる気があるなら、化けネズミ退治を続けてくれ。ほら、そろそろ出てくるかもだ。今度は逃げ出すなよ、なんでもや。そこ、まだまだ。悪くない動きだ。頼もしいでしょ。を倒してくれたってな。ありがとよ、お二人さん。化けネズミ騒動で店はすっかり閑古鳥だったが、いいことを思いついたんだ。化けネズミどもを一掃した凄腕の何でもやお気に入りの店として宣伝すればどう思う？いけそうだろう？どうだろう、何でもや。商売は持ちつ持たれつ。俺はワイマーや客たちにあんたを推薦する。
そうすればあんた仕事なんて選び放題だ。好きにしろ。いいね、いいぞ。セブンスヘブンと何でも屋、そして俺の店、力を合わせて盛り上がっていこうぜ。うまくいったね。何でも屋、きっと当たるよ。ああ、悪くない手応えだ。仕事は襟好みしないこと。ご縁はお金より大事なんだから。スラムの心得だろ。馴染んできたね。師匠がいいからな。これからはもっと厳しくいこうかな。そうしてくれ。ねえ、そろそろバレットの集金も終わってると思うけど、どうする？一度店に戻る？何でも屋の活躍で。いらっしゃい。おや、珍しいお客さんだ。さては買い物じゃないな。あんたが噂の何でも屋だな。まあ、あんたならやれそうだな。タラが廃工場の羽とかげども片付けてほしいんだ。あそこは俺たちの縄張りだ。うちの常連たちはジャンクパーツのためなら危険を顧みないから心配で。引き受けよう。ありがとうよ。詳しいことはタラが廃工場を見張ってるナルジンに聞いてくれ。自警団のメンバーだ。じゃ、早速準備していくよね。無理だぞ、帰れ。封鎖中だ。羽トカゲがうろついている。って、あれ？ティーファちゃんか？もしかして自警団の助っ人って君たち？そういうことなら大歓迎。羽トカゲは奥の倉庫にいる。2グループだ。全部倒してくれよな。ここまで。この調子でいくぞ。次を勝とう。羽トカゲ片付けてくれたって？ありがとうよ。常連たちも見たところ、あんたは何でもスラムのガラクタを長年見極めてきた俺のってことで、支柱前に行ってみな。ヤバいモンスターが飛んできたって騒ぎになってるらしい。そういうの得意だろ。ああ。まず己を知り、その道を極めよう。そして振り返るんだ。風景が違って見えるぞ。じゃあ頑張れよ、何でもや。うちの商品は折々で変わるから勉強がてら覗いてきな。いらっしゃい。うちの品揃えは状況に応じて変えている。客か、片気じゃなさそうだな。よう、どうだ、生かす曲だろう。気に入ったならほらやるよ。よせ、来るな。待て。おとなしくしろ。話しやがれ、不審なのに。こら、黙れ、血ネズミ。どうしたの？死んだの倉庫から火薬を盗んだ奴がいるんだとさ。ジョニーは職務質問されて、ほら、ああいう性格だから。マコールの爆発絡みだろ。ジョニーの奴、いつもみたいにボコられて釈放ってわけにはいかないかもな。ジョニーを助けなくちゃ。アバランチなのか？違う、ジョニーは私たちがアバランチだと薄々気づいていて、そして口が軽いの。なんとかして助けなくちゃ。私行くね。俺も行く。え？でも今日は世話になったからな。礼だ。ありがとう。行こう。
クラウド、あそこに隠れよう。お半市民に何するんだ。火薬を盗んでおいてよく言うな。倉庫の入場記録にお前の ID が刻まれてるんだ。おい、なんかの間違いだ。シンラの倉庫なんて近づいてもいない。お、まさかジェシー、あのポニーテールか。ID は引っ掛けだ。お前の ID でシンラの施設に入れるわけないだろ。さて、じっくり話を聞かせてもらおうか。大変、ジョニーの口が滑っちゃう。行くか。うん、クラウドは兵士の気を引いて、あとは私が何とかする。そいつを話せ。ん？なんだお前は、仲間か。なんだ、誰かいるのか。ああ、助けに来てくれたんだな。なあ、あんたら、暴れ。どういうつもりだ。もうやるしかないよね。あ、なんだ、終わったのか。おい、どうしよう。口を封じる。ん、おい、おい、ダメ。お前、やめてくれ。死にたくなかったら町を出ろ。はい、世界の果てに消え去ります。本当に行かせていいのか。遊びじゃないんだろ。そうだけど、もう十分。こっちは放っておこう。クラウド、怖いよ。兵士が起きちゃう前に離れよ。ジョニー、大丈夫かな。自分の心配をした方がいい。ここから離れよう。どうした？クラウド、やっぱり変わったね。どこが？例えば、うん、その目。前はもっと。ソルジャーだからな。魔法の目だ。そっか。これからどうする？店に戻る？それとも何でも屋続ける？店でお留守番？うん。そっか、友達探しを手伝って欲しかったのに。この何でも屋のお兄さんが探してくれるって。本当？あのね、友達の特徴は手足が長くてスリムでスタイル抜群。好きなのはご飯があるところとか、おやつをくれる人がいるところとか、あとは隙間。友達は猫の兄弟だよ。猫探しか。3匹とも人懐っこいから、声をかければ寄ってくるよ。絶対連れて帰ってきてね。あれ、猫の鳴き声しなかった。ティファちゃんの料理食べられる？この子は解体すれば。猫の鳴き声しなかった。出てきなさい。猫よ猫、うちのパンをくわえてこの奥に逃げ込んだの。あんたたち捕まえてくれない？
諦めよう。ライフストリームですよ。え？みんな逃げちゃったの？じゃあ帰ってこないの？みんなおかえり。怖いお兄ちゃんから逃げてきたんだってありがとう。ライフストリームでしょ。何それ。あ、ティーファ、ちょっと聞いてよ。列車墓場からディングローが飛んできたの。なのにこいつ、もしかしてあなたが噂の何でもや。じゃあ手伝ってくれない？リングローはタラが廃坑場の先。近づくには自警団の鍵がいるよ。鍵は近くの木箱に隠してあるから、片っ端からぶっ壊しちゃって。見つかった？ああ。おかえりなさい。見事倒せた。さすがは噂の威張るだけで何もしない兵士とは大違い。兵士は職業だ。勝手には動けない。人としてどうなのって話でしょ。命令に忠実なやつも必要だ。やっぱりね。元シンナって聞いてるよ。なるほど。私はこの町が好き。ただいいわ、この町は私が守る。あんたに負けないくらいもっと強くなってやるから。そろそろ町中に噂が広まってるんじゃない？凄腕の何でも屋がいるらしいぞって。まだ腕を見せるほどの仕事はしていない。へえ、物足りないってわけだ。新しい依頼は頼むよ。が出たよ。見て、クラウドさん、見事データ提出一番乗りでした。追加報酬も差し上げます。新しく生まれたマテリアを早速発売しました。今後もマテリアを続々と開発していきます。共にシンラに新たなバトルレポートを随時追加していますから、これからもご協力をお願いします。アイテム屋から君の話を聞いたよ。協力ありがとう。君の腕前は実はまたも桁外れに凶暴なガードハウンド。シンラの軍用犬だ。瓦礫通りで目撃されている。引き受けよう。助かるよ。頼んだよ。蹴散らすぞ。邪魔はさせない。沈め。追いかけるぞ。おい、こっちだ。リファー君、クラード君。ガードハウンドはこの先に追いやった。気が立ってたから気をつけて。やられはしない。一気に叩き込む。それ、不運を恨む。そこ邪魔だ。この調子でいくぞ。次も勝とう。やってくれたか。はあ、ありがとう。あれはシンラから逃げ出した新種だと思う。あいつが問題になったのはいつ頃だ。そうだな、
情報が入り始めたのは今朝になってから。つまりどういうことだ。もしかしたら七番街スラムの地下には神羅の研究所があるらしいな。いや、どうだろう、聞いたことがない。ちょっと鎌をかけてみた。申し訳ない。巨大な組織だ。俺も知らないことが多い。ああ、そうだな、倒したんだ。それでよしとしよう。お疲れ様。仕事すっかり片付いたね。何でも屋のクラウドの評判も上々。この先どんどん忙しくなるよ。ティファのおかげだ。素直でよろしい。今日の報酬は店へ行けばいいのか。うん、でもその前にアパートに戻らない？少し休もうよ。スラムの心得その1ね。じゃあ行こう。おや、ずいぶん早いお帰りだね。ちょうどよかった。自分の部屋のフィルターを交換しておくれ。部屋に置いといたよ。はい。何でも屋はお待ち。これは依頼だよ。ティファと仲良くするんだ。あ、しているつもりだ。うわっ面だけだな。そんなのはね、吐いて捨てるほどいるよ。え？あいつらとは違うんだろ。行きな。先にフィルターを交換しちゃおう。ああ。終わったら来て。出てね、急いで終わらせるね。できた。聞かせて、村を出てからのこと。え？約束したよね。ほら、自警団のところで。ああ。戦争中、ソルジャーは英雄扱いだった。うん、毎日ニュースを見てた。でも俺がソルジャーになった頃には状況が変わっていたんだ。憧れていたような仕事はなくて、神羅のために働くただの、ごめん、話したくないよね。うん、剣を使う仕事だ。久しぶりに会ってするような話じゃない。うん、わかるよ。でも不思議だね。お別れしたあの時、あの場所からうんと離れたこんなところでまた会えるなんて。そうだ、再会のお祝いしよう。うんとおしゃれして。おしゃれ？私だってするときはするよ。服あるのか？ないけど用意するの。
どういうのがいいかな。大人っぽいな。お互い年取ったもんね。私と釣り合う服を選んでね。わかった楽しい計画っていいね。ああいいなさて、楽しい気分になったところで店行こうか。休まなくていいのか。時間もったいなくて。マーレさんには内緒。マーレさん、フィルターは交換したよ。また店に行くね。行ってらっしゃい。おや、ずいぶんご機嫌だね。そう？別に普通だよ。やるじゃねえか。いい顔だ。これからも頼むよ。今後の分まで先払いしとく。頼んだよ。今日はいつ頃店開ける？さあ着いたよ。疲れたでしょ。ま、そうだな。でも労働の後はお楽しみ。スラムの天国セブンスヘブンで癒しのカクテルをいかがですか。ティファ、私もちょっと疲れちゃった。ねえ、ミッドガルにはずっと？そうだな、この辺りで仕事して金を貯める。そっか。じゃあどうする？もう少し街を回ってみる？そうするか。どうする？店に入る？どうする？店に入る？ただいま。おかえり。お散歩？そんなとこ。おい、下に全員集合だ。今から？じゃあ次の作戦は。マリン、店の前でジェシーを待っててくれ。うん。次の作戦、明日決行になった。今から作戦会議。会議の前に報酬をもらいたい。取り込み中だ。会議が終わるまで黙って待ってろ。ティファもすぐ来いよ。だけ待ってて。お詫びにどうぞ座って。何にしましょう。きついのくれないか。くれるお客さん多いんだ。人気なわけだお客様、さすがお目が高い。続きましては、当店名物コスモキャニオンでございます。綺麗だ。行かなきゃ。ごゆっくり。
ニュース見た？魔鉱炉の爆発は市民の敵、アバランチの仕業だってガンガン流れてるの。ゾクゾクするよね。顔バレしてないからここは安全だろうけど、いろいろ急がなくちゃね。え、次も一緒なんでしょ？報酬次第だな。じゃあ決まり、私が押すから。ティファが行くことになってるんだけど、あの人思想が揺れてるっていうか、爆弾闘争にも乗り気じゃないから、いざって時にね。こっちも命を預けるわけだから、それならあんたみたいな有能な人の方がいいもの。時間を潰すか。作戦に乗り気じゃないらしいな。今までと同じやり方じゃ何も変わらない、それは分かってるんだ。でもな、かなりピンチ。迷いがあるならやめた方がいい。出してきてたのか。揉めちゃって。そうだ、なんか飲む？ティファ、決起会だ。うまいもんたっぷり出してくれ。うん。次は俺たちだけでやることにする。お前は仕事探しでもしてろ。もともとそのつもりだ。契約がなければ手伝う義理はない。そう言うと思ったぜ。ほら、残りの報酬だ。気持ち上乗せしといてやった。これで晴れて契約終了だ。さあ、悪いが席を外してくれ。身内だけでやりたいんだな。誘ったのにごめんね。みんなと話してるうちに、なんだろう、この闘争とは無関係のクラウドに頼りすぎかなって。ジェシー、まだか？あ、今行く。本当ごめん。気にするな。会の後でゆっくり話したいな。気遣いならいい。ジェシー、我慢の限界っす。じゃあ後で。ごめん、お待たせ。乾杯。なんだよ、急に邪魔が入った。ああ、おお、邪魔が入った。こういうの
久しぶりだね。また今度。ごめんごめん。それから追い出されてない。独立後でね。で、なんだっけ。ああ、思い出す。今度一緒に飯食いましょう。うちの猫も紹介するっす。何の話だっけ。だったよね、うん、いざって時に踏ん張れるかどうかはやっぱり。おっと、すまねえ。お前らのおかげでここまで来れた。ありがとう。あいつらなんだ。何見てんだ。文句あんのか。兄ちゃん、近所の人かい。まあな。右腕が銃になっている大男を知ってるか。この辺りに根城があるらしい。どうだろう。ふん、鋭いね。金の匂いを嗅ぎつけたな。500でどうだ。200、300だ。ちゃ、まあいい。じっくり聞かせてもらうぜ。こっちだ。文句あった。見てんじゃねえ。誰のだろう。仲間か。オーケー。邪魔だ。雑魚どもの視線がうぜえな。ウォールマーケットとは大違いっすね、兄貴。無茶はすね。兄貴は怖い人だぜ。逆らうなよ。死に急ぎてえなら止めねえけどな。兄ちゃんが先だ。心配ない。後ろから襲ったりはしねえよ。おい、男の居場所知っているんだろうな。二度も言わせるな。どうだろう。てめえ、知らねえんだな。神羅の末端か。ふん、神羅も一目置くお方のアシスタントよ。だからどうした。あぶり出す。右腕が銃の男の話だったな。いや、そのなぜ探ってる。俺は命令されただけだよ。何にも知らねえんだ。だから命だけは。神羅がバレット。俺には関係ないな。スラムの心得その一。部屋に戻るか。なんつって、はあ、はあ、話があるんだけど入れてくれない？じゃあ前置きはなしで。今度は何の礼だ。次の作戦に押せなかったお詫び。じゃないとしたらなんだ。取引か。いい感してる。でもこれ他のメンバーには内緒にしてよね。今夜のうちに解決しておきたい個人的な問題なの。今夜？そう、一緒に7番街プレートの7番街まで行ってほしいんだ。目的はみちみち話すから。俺は構わないが、明日は大仕事だろ。そうだけど、今やらないともっと大変なことになるから。ねえ、話は決まったってことでいい？うん。お手付金代わりね。私の計算だと出発したら朝まで戻れない。
準備は今のうちにしっかりね。終わったら教えて。準備は OK？ じゃあ夜になったら駅に集合。頼りにしてるよ。報酬は悪くない。今日も良い日になりそうですわね。